ならば両面に呼ぶ場合のことはあっているので、シューティングブレーキと呼ばれる、コンセプトに変わっております。で、今回このプロのノンバルフセダンに関しては、有料のスタイリングを持ったということもあり、若干後席の頭上空間が狭めになっております。ですが SW をお選びいただきますと、ルーフラインがもっと滑らかになっておりますので、頭上空間もですね、しっかり確保されているということで、もし後席のですね、頭上空間をしっかり残しておきたいという方はですね、 SW をぜひお勧めしたいと思います。搭載されるエンジンは2種類です。PSA グループが得意とするエンジン、ガソリンエンジンの方が 1.6 リッターのガソリンターボエンジン、100列ユニットですけれども、ピュアテックと呼ばれるエンジンで、最高出力は150kW、最大出力は 250Nm を 1650 回転という非常にこう低い回転、日常で扱いやすい回転エンジンで最大出力を発揮。ディーゼルエンジンの方は2リッターの直列ユニットで、ディーゼルターボエンジンで、ブルー HDA ですね、177馬力、最大出力は2000回転で 420m を発揮します。ガソリンエンジンのディーゼルエンジンを組み合わせるトランスミッションは100の方程式と申し上げます。これは日本の ICA の方が開発いたしました100の方程式という方程式が考えられます。15mm ですが、8mm コンプリートになりまして、1847mm、前高は 1955mm でしたけれども、5cm で、1450mm という、全体的に一回りコンプリートになったけれども、日本の道路の使いが嬉しい。